はい、みっちゃんの佐藤です。あんまり俺は政治のこととか宗教のこととかね、触れたくないんだけどね。小泉環境大臣には頭くるよね。レジ袋有料化の次はプラスチック製スプーンの有料化、バカじゃねえのかと思うよね、本当にね。国民の痛みとか痒みとか全く分かってねえんだべね。レジ袋の有料化が環境に対してどれほどの効果があったのか明確なデータも示さねえまま、今度はプラスチック製のスプーンの有料化だからね。さらにその義務を果たさない事業者に対して50万円の罰金だったんだからさ、方向性間違ってるとしか思えねえよね。罰金とか有料化じゃねえだろってね。逆にさ、プラスチック製スプーンとかさ、レジ袋をいるって言った人からお金を取んじゃなくてさ、そういうのいらないって言った人にさ、5円なり10円なり還元すりゃいいじゃんね。そして従わない事業者から50万の罰金取んじゃなくてさ、有料な事業者に報奨金出しゃいいじゃんね。何でもかんでも有料化だ罰金だってさ、庶民の生活を攻め上げるようなやつがいい大臣なわけねえもんね。時代劇次の俺にはもう悪代官にしか見えねえからね。小泉環境大臣のことをネット上の書き込みで誰かが言ってたんだけど、綺麗に放送された空っぽの箱だってうまいこと言うなと思ったもんね。常に温厚な俺でも怒るよって話だよ。まあそんなこんなでいつになく怒り爆発してるみっちゃんねるの佐藤でした。